貴様らオーディションを通過した者たちだな。正門にいた寮生はやられたか。だが所詮奴らは小手調べ。今度は私たちが相手だ。そう簡単に我らが寮長たちのもとへたどり着けると思うなよ。はあ？呼び出したのはそっちだろう。わけがわかんねえんだぞ。私はここまでのようだ。無念。最後までお前と共に戦えたこと誇りに思う。あごら、そっちから喧嘩ふっかけてきたくせに勝手に悲劇ぶんなよ。トム・フィオーレってハント先輩といい、何を言ってるかよくわからない奴が多い気がする。これが魂の資質の違いなのか。魂というより価値観や美意識の差だと思うが。うちの学園っていろんな奴がいて面白いよな。いたぞ、選抜メンバーだ。フォムフィオーレ寮生の誇りをかけてここは通さない。な、また出てきた。これじゃキリがねえんだぞ。やっとボールルームにたどり着いた。はあ、なんでこんな目に遭わないといけないわけ？それは、あんたたちが選抜メンバーになったからこそよ。眩しいんだぞ。どうやら脱落者はいないようね。ひとまず合格。ビル、こりゃ一体どういうことだ？どうもこうもないわ。ただのウォームアップよ。全身運動で体が温まったでしょ。すぐさまレッスンがスタートできる。いいこと。これから私たちはナイトレイブンカレッジの代表としてボーカル&ダンスチャンピオンシップという戦いの場で世界一を目指すの。あの程度の障害を突破できないメンバーはいらない。大会に向けてすでに戦いは始まってるの。今この瞬間からお遊び気分を許さないわ。ビシビシ鍛えていくから覚悟なさい。のよくわかんないけど、わかったぜ。なんかこの感じ、ビル先輩、うちの寮長に似てね。ハースラベルとポムフィオーレは、どちらも女王の精神に基づく寮だからな。自然とそうなるんじゃないか。おやおや、ノア・デ・ポアゾン。最初からフルスロットルだね。君の輝きに目がくらんで、みんな動けなくなってしまっている。選抜メンバーの諸君、まずは合格おめでとう。ブラボー。エース君、デュース君、カリム君、ジャミル君、エペル君、そして私とビル。我々7名は今日からトライブだ。 VDC 当日までどうぞよろしく。ほら、ムシュヒメリンゴもご挨拶を。エペルです、よろしくお願いします。いやいや、ちょっと待つんだぞ。ずっと俺様とこいつを仲間外れにしやがって。不合格にしたくせに、なんで俺様たちまでここに呼んだんだぞ。それについては私が説明しましょう。私、優しいので。